食マサミスタジオチャンネル始まりました。はい、ということで今日はですね、肉劇場さんにやってまいりました。池袋の東口駅、あのサンシャインの近くのところにございます肉劇場さんでございます。肉劇場というだけであって最高でございますね。けどですね、今日はですねこちらでちょっとすごいいい感じのメニューがあると聞きましたので、今日はそれを食べます。じゃじゃん。わあ、挑戦状なんだ。はい、ということですごくない？なんかさらっとめっちゃすごいの来たんだけど。ということで今回はですね、こちら私が頼んだのが肉1キロ丼、肉劇場丼でございます。でこれ 3.5 ポンドって書いてあるんだけど、そもそもが、お肉がまずもう1キロ乗ってます。でご飯の量が500から選べて、500、600、700って選べたんで700にしました。なんで丼自体は 1.7 キロなんだけど、もうなんかいろいろ付け合わせ、普通に2キロぐらいのこのもう丼がバーンって出てくるという最高のメニューでございます。よだれが止まりませんので早速いただきます。肉じゃーい。じゃあタレをかけちゃいますね。でタレ2種類選んでいいですよって言われたんで、私はニンニク甘口ダレとマヨダレにしたので、まずニンニク甘口かけます。上手なのでは。じゃじゃん。うわー、いただきます。ハラミ。うわー、うん、肉うまっ。マジか。で柔らかいじゃん。で食べ応えがっつし、いいハラミだこりゃ。ハラミ好きのためのハラミ。うまい。最高です。すごい炙り、このしっかり鉄板で炙ってる感じの、この炙りのちょっとこの香ばしい感じ最高です。ペッパーパウダーっていうのがあった、これちょっとかけ。ペッパーパウダーうまっ。最高。で豚バラだね、バラもあった。うわうまい。タレかけちゃおう。マヨダレ。バラも超うまいな。油の部分が結構カリッとしてるバラなんだけど、油の脂身の部分でこのトロッと感とカリッと感のバランス。うまい。食べても食べてもガンガン肉出てくるんだけど、なんじゃこりゃ。幸せ。でスープとナムルがおかわりし放題です。あ、美味しい。あ、優しい。卵、玉ねぎスープ、これは優しいです。ありがたい。ひよちゃんが今ナムル
ナムルの量がやばいって言って、あぬちゃんも食べてるんですけど、まだナムルしか食べてない。ナムルの量すごい。こうやってもいいのかね。こうやってお肉と一緒にナムルを、いいね。食感も変わるし、さっぱりするし。で、これ嬉しい、せせりが入ってました。せせりもこの劇場丼の中に。うまい。やっぱ炙ってくれてるからせせりがうまい。最高。うまいな、せせり。コリッコリ。テーブルにスプーンが置いてある。ちょっとヌーちゃんはね、ローストビーフ丼を頼んでます。美味しそう。うまい。マジでどんどん肉出てくる。こんな最高な丼ぶり。うまい。ニンニク甘くて好きだ。これは好きなやつ。ちょっと焼肉のタレみたいな感じで、ニンニクが効いてんだけど、この甘みがいい。ナイスハーモン。多分ね、豚ロースだね。ロース。おいしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。ナムルとスープをおかわりしました。肉食べても食べても全然ご飯と比率合わないもん。最高じゃん。なんか後半に来て、このちょっとナムルを多めに丼に乗せて食べるとですね、ちょっとこうビビンバじゃないですけど、いいね、食感がね変わってね。ザザン。
すごい。だけレッドチリかけよう。うん、うんうん、ちょっとしかかけてないのに結構辛い。で完食いたしました。肉劇場丼最高でしたね。マジででも2キロぐらい普通にあるわ。肉がまず1キロってところがすごかったけどね。なんかねすごいめっちゃ肉の種類多くて、もうほんとハラミとか私の大好きなセセリとかもうなんか満足です。かなりいっぱい食べられました。タレもなんかいろんな種類から選べて楽しかったし、はい、なんか自分のねお気に入りの丼を作れるんじゃないかなと、そういう風に思います。肉の種類もいっぱいあるしタレの種類もいっぱいあるしね。はい、なので皆さんもちょっとお気に入りの丼を見つけてみてください。はい、ということでごちそうさまでした。この動画が一本たごよかったら、私のことができたらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。